はい、レイキャップとトラブル改善プロの杉山です。こんにちは。はい、今日はですね、ちょっと先日まで、冷却塔のですね、清掃に行ってたんですけど、新規のお客さんからですね、問い合わせを受けまして、急遽ですね、冷却塔の清掃をこうしてほしいと。で、通常は冷却塔の清掃ってですね、計画的に、いつ頃止めるんでその時洗ってほしいとかいうのはあるんですけど、急遽洗ってほしいっていうのはですね、意外とこうなくてですね。で、その急な依頼だったんですけど、行ってきまして、それがですね、実はすごくこう、汚れがですね、溜まってて、おそらく多分30年ぐらいはですね、使いっぱなしでこう、清掃を一度も多分されてないんじゃないかなという状況でした。で、清掃前はこんな感じです。はい。で、これ充填剤がですね、横から見ると、もう目詰まりをしてまして、ほとんどこう、もう風が通ってないと。もう冷えてなかったんじゃないかなっていうぐらいですね、の状態でした。で、それがですね、清掃後、私たち清掃した後はですね、こんな感じ。で、充填剤がですね、こう、綺麗にこう見えてて、中の方までですね、こう通って見えると。これが、もともと新品の状態だとですね、こんな感じになりまして、大量にですね、スケールのクズがこう出てきまして、土の袋で多分10杯ぐらいですね、こう出てきてですね、で、ようやくこう綺麗になったと。で、急遽ですね、ご依頼があったっていうのは、何かなと思って、ちょっと気になっててですね、で、その辺のちょっとお話を聞くことができまして、急遽依頼があった理由はですね、要は設備トラブルが起きてたと。で、何かと言いますと、冷却塔のですね、ファンのモーターが過電流を起こしているということで、私たち当初行った時にですね、V ベルト、ファンのですね、V ベルトをこう分解されてて、何かこう作業されてるなという状態だったんですね。で、私たちに依頼があって、清掃をやってほしいということだったんですけど、で、過電流の原因がですね、よくお客さん自身もつかめずに、ファンのモーターに何か不具合が起きてるんじゃないか。あと、V ベルトの張りすぎとかですね、摩耗によって何かおかしな電流値が出てるんじゃないか。ということで、こう、いろいろ調べられてたんですけど、どうもですね、原因は、冷却塔のですね、その充填剤の目詰まりが、こう、電流値の過電流を生んでた。ではないかということだったんですね。ちょっとですね、こちら の絵でお話しします。これ冷却塔をですね、断面図でして、この部分が充填剤で上にファンがついてて、風がですね、このようにこう入ってきて、こう流れていくと。でこちらからも風がこう入ってきて、このように上に抜けて上がっていくと。でこのような感じでですね、風を吸い込んでるんですけど、この部分がですね、完全にこう目詰まりをしてしまって、風の吸い込み口がなくなってしまってですね、冷却塔が閉塞をしてしまう。で、そのことによって、このファンのモーターに、負荷がかかってですね、過電流が起きてたと。それが原因じゃないかなと思いました。で、この部分、きれいに清掃してですね、風の通りを良くしてやったら、電流値がですね、元に戻りましたんで、おそらくそこがですね、原因だったのかな、ということです。で、通常、こういったファンとかいうのは、負荷が下がるとですね、負荷、要は風を送る負荷がですね、下がると、電流値もですね、通常こう下がるんですけど、この吸い込み側、が閉塞するとですね、このファン自体に、ここはマイナス圧、冷却塔の中がですね、要は風が真空の状態になってて、結局ですね、ファンの方に負荷がかかっていると。それがどうも原因だったということです。なので、定期的にですね、やはり充填剤の清掃っていうのは、やっぱり行う必要がございます。
で、その30年とか言うとですね、やはりこう正直見た目は綺麗になったかもしれないんですけど、もう冷却塔自体いろいろですね不具合が非常に多かったということもあって、やはりあの冷却塔の清掃をですね年に1回は行うことをやってるとですね、まあ大体そのあんまりトラブルって起きないんですね。で、まあその時にいろんな例えばあのベルトの摩耗であったりとかですね、例えば散水槽が割れてるとかですね、あのいろんなこう不具合のチェックにもなりますんで、ぜひですね、やはりあの年に1回は冷却塔の清掃を入れて、いただけると非常にその設備の安定稼働にですねつながるんじゃないかなというふうに思います。はい、本日はですね、まあ、充填剤の目詰まりによるモーターのこう過電流についてですねお話をさせていただきました。はい、当社ではですねこういったあの充填剤の清掃結構目詰まりしとってもですねあの綺麗にこう蘇らせるような清掃をやりますんで、ぜひお困りの方はですねお問い合わせいただければと思います。はい、本日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。